ここからは川越とニューヨークを中継でつないでトークを繰り広げる川越の架け橋のコーナーです。ラジオパーソナリティをはじめ活躍されているニューヨーク在住大橋小雪さんとズームでつながっています。小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、なんかもうあっという間に7月に入って、うん、ねえ、なんかこう夏感がね、やっぱりニューヨーク全然ないんですけど、ただ日本の梅雨みたいな感じでですね、この1週間ぐらいかなり蒸し暑いですよ。前回もね、そのちょっと湿度高いってお話されてましたけれど、今もまだそんな感じ続いてますか、蒸し暑さっていうのは。そうですね、それがさらにさらにこう高くなって、湿度が高くなってる感じ。もう歩いててちょっと動こうもんなら汗出てくるっていう、そういう状態ですよ。そうですか。意外というか、どうなんでしょうね、ニューヨークってやっぱ湿度高いんですね、普段から。いや、日本よりはもう全然湿度は低くって、どっちかっていうとカラッとした暑さが特徴なんですが、今年はちょっと湿度が高いかなっていう印象が今のところですけど、ありますよ。そうですよね。なんか海外の中でも日本のね、その海外のまあ国際都市と言われてる中でも東京とかは湿度の高さでは結構トップクラスって言いますもんね。やっぱりニューヨークはカラッと暑くても過ごしやすいみたいな、そういう感じで捉えているといいのかなと。はい、そうですね、そうですね。もう私怖くて日本の夏は帰国できないです。もう考えただけでも恐ろしい。最近特にね、また気候もちょっと変わってきて、まあゲリラ雨なんて言葉も数年前から流行りだして、本当にね、日本の夏より湿度は高めになってるような気がしています。確かにそうですね。でもうここからやっぱりそうは言っても夏に向かってイベント盛りだくさんになってくるニューヨークなんですけど、そんな中の一つの一大イベントがですね、ニューヨーク時間の明日の4日、日本時間だともうすでに4日になってると思うので今日あるんですが、はい、7月4日何の日だかは早川さんもちろんご存知ですよね。はい、かの有名なインディペンデンスデイでしたっけ、独立記念日。そう、はい、そう、まさにそうです。インディペンデンスデーとか独立記念日とか言って、こっちだとね、意外とジュライフォースとかフォースオブジュライとか言い方としてはね、そっちの言い方の方が多いんです。なぜだか分かんないんですけど。かっこいいですね。なるほど、ジュライフォース、フォースオブジュライ。はい、そうなんです、そうなんです。そう、独立記念日なので、これね、独立記念日とどんな日なのっていう話からいきたいんですが、もう本当にね、ざっくりと簡単に言っちゃうと建国記念日みたいな感じですよね。はい、そう、これはアメリカ人にとってはもうあれでしょう、メモリアルデーというか、まあこの記念日としては一番重要な日の一つと言っていいですよね、独立記念日。イメージで言うと日本のお正月みたいな、そう、そのぐらいの。でもね、日本だとちょっと静かなのかな、こっちだともっとバンバンワイワイどんちゃんどんちゃんやるっていう感じなんですが、そういうイメージがあって、結局1776年の7月4日に、まあ、独立記念日になってっていうことで、今ねアメリカって実は50州あるんですけど、その当時って13州しかなかったって聞いてちょっとびっくりしました。そうですよね、映画なんかでその当時のね合衆国旗見ますと星の数とか形が違いますもんね、あの時代の。そう、だからどんどんこう時代は動いていっているんだなっていう感じがする一方で、やっぱりどんちゃん騒ぎ好きなアメリカ人なので、こうイベント、いろんなイベントがもちろんこの独立記念日あるわけなんですが、ニューヨークの中ではね2つも大きなイベントがあって、一番って言ってもいいのはね、花火大会なんですよ。これは結構有名ですね。はい、日本でもよく、はい、
聞きます、この話は、はい、報道で。そう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 、そうなんですよ。メイシーズの、まあ、スポンサーがメイシーズっていうことなんですが、メイシーズの、ね、花火大会がありまして、今年ねイーストリバー側から打ち上げられる、これマンハッタンを真ん中にしてイーストリバーとハドソンリバーがあるんですけど、はい、どっちで打ち上げるかっていうのがね結構毎年話題になって、あ、今年はイースト側だってとかね、今年はハドソン側だってとか言ってなるんですよ。面白いんですけど。なるほど、そうなんです。それで今年はイーストリバー側、じゃあそれに対してどこが干渉としていいスポットなのかみたいな話にもなってくるんですけど、うちから一番近いのがクイーンズのね、言ってもちょっと難しいと思うんですけど、ガントリープラザ州立公園っていう、前リポートしたかな、早川さんの時に行った気がするんですけど、かなり大きい公園で人が集まるんだけれども、そんなにぎゅうぎゅうになりきらないっていうね、結構ベストスポット、私の中ではっていうところがありますね。じゃあ割とそこから空の花火も観覧できると。でこれは無料ですもんね、当然ながら。そういうところで見る場合は、そうです、そうです、無料でですね、明日の、現地ニューヨーク時間の明日のね夜の9時25分なので、だいたい今から25時間後ぐらいになるんですけど、はい、今年はね6万発打ち上げられるっていうのをニューヨークタイムズが報じてますね。6万発ですか。これね、大江戸花火大会で何万発とか言うんですけど、なかなかこうピンとこない。ね、そうそう、ピンとこないですよね。はい、すごいな。なんかね、私の、うん、印象で言うと、はい、日本の花火の方が繊細感はありますよね。あ、そうですか。意外ですね。うん、繊細な感じがある。よくあのドラえもんだなんだとかの花火とかも上がったりするじゃないですか。よく。あ、まあ、なるほどなるほど。ああいう仕掛け系というか、そういうのは確かに日本の花火の、いわゆる独壇場というか、そういうのあるところあるかもしれませんね、形を。そうですね、うん、こっちはねとにかくもうどん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 上がっていく、なんていうのかな、ゴージャス感があるというか、うんうん、やっぱり勢いみたいなのを感じるっていうのがありますね、うんうん、なるほど。割とこの物量作戦じゃないですけれども、このね次々と上がってでゴージャスな感じってなんとなくわかりますね、この違いっていうのは。そうなんです、そうなんです。それと同時に、まあ、本当にねあっちこっちから花火が上がるので、それこそね地下じゃなくて、地上走っているサブウェイとかに乗るともう360度どっからでも花火が上がっているっていうような状態になるのが結構面白い現象ですよ。それはすごいスペクタクルですね。ぜひ、うん、独立記念日に行ってみたいですね、これは。うん、もうおすすめの一つですよね。あとはやっぱり大きなイベントのもう一つは、多分ご存知だと思うんですけど、ホットドッグの早食いコンテストって知ってます？有名ですね。これって独立記念日にやるんでしたっけ？そうなんですよ、独立記念日に。そう、ブルックリンの本当に端っこの下の方のねコニーアイランドっていう場所なんですけど、はいはい、そこでねネーサンズっていうホットドッグショップがあって、そこで開催しているホットドッグコンテスト、日本人も結構小林武さんとか大活躍されたりとかですね、はい、女性部門だと須藤美希さんっていう方がもう8回優勝してて、昨年がね10分間で40個を食べたそうです。どういうそういうね体の構造になってるんだろうって、あのね早食い大食いの人見るといつも思うんですけれども、日本人すごいですね。すごいですね。この須藤美希さんっていうのは日本とね、アメリカ人のハーフの方、うん、はい、らしいんですけども、過去ね8回ぐらい優勝しているっていう、もうかなりの有名人ですね、うん、この方ね。そうか、それがコニーアイランドっていうとどうしてもなんかね遊園地のイメージあるんですよね。ちょっと割とこじんまりとした由緒あるあそこでやるんですね。なるほどなるほど。そうなんです。あ、ご存知ですか、私も最初に行った時なんでチープな、あ、言っちゃった、遊園地なんだっていうふうに思いましたけど、床式というかですかね、言葉を選ぶ。そう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 、あそこで、はい、そうなんですよ、行われて、今年あとはマックス鈴木さんもどうやら出られるみたいですね。それはまた盛り上がりそうなお話で、
何しろ川越ではね、うん、今年の小江戸花火大会がなんか中止になったっていうんでちょっとがっかりしている人多いですそうなんです。え、そうなんですか、はい、なんか色々な、なんでしょうね、周辺道路の渋滞とかのそういった諸問題をね踏まえて今回は中止っていうのが発表されまして、ちょっと川越市民としてははい残念なとこなんですけれどもね。いいですね。おーのーですよね、うん、そしたらわかりました。私明日あのニューヨークの花火大会の映像を撮ってツイッターかなんかに上げとくので それ楽しんでください、はい、川越市民のちょっと慰めてあげてくださいニューヨークもね、はい、一部であの山火事の影響でね、なんかその独立記念日の花火やめるっていう、そのニューヨークだけではなくて他でも花火大会あるじゃないですか、やめるって話もなんかちらっと報道で見たんですけれども、本場はちゃんとニューヨークでは行われるわけですね。うん、確かにその話も出てたんですけど、今のところなんですが中止の予定なくって、はい、それこそ雨天決行ですね。雨予報も実は出ちゃってるんです。あ、そうですか。基本的に雨天でもやるって言ってますね伸びたことってないんですかね、雨天で。ね、私が住み始めてからはそういうことってなかったですね。まあ基本的に4日に決行するといいですね。そうですね、はい、もうこの数日はもうニューヨークに住んでる人たち郊外に出てるのか分かんないですけど、うちの近所も結構静かな感じになっている一方で、観光客がワイワイ訪れてもうどんちゃんどんちゃんやってる状態なので、もし日本の方もね、はい、来年あたり来ようかななんて思ってる方はこのインディペンデンスデーですね、ジュライフォースに来てみてはいかがでしょうかというお話でした。素晴らしい、ありがとうございました。小雪さん今日も本当にありがとうございます、はい、素敵な情報ニューヨークの大橋小雪さんにお伝えいただきました。小雪さんまた来週よろしくお願いいたします。はい、お願いします。川越の架け橋、ニューヨーク在住大橋小雪さんとつないでお送りしました。それではこのコーナー恒例のボーナストラックです。今日のニューヨークソング、エルトン・ジョンでモナリザ&マッド・ハタス。